僕は、はさあ皆さん、ウォーミングアップはこれでおしまい。ここからは神への審判のお時間です。なるほど、そういうことか。ふむ、ドラマのための努力を褒めてあげよう。でも僕は正義の神フォカロルス、すなわち正義の化身なんだよ。正義そのものを裁こうだなんて荒唐無稽に過ぎるとは思わないかい？その言葉、審判への拒絶と理解して構わないかね。ならば君には決闘によって名誉を守るチャンスが一度だけ与えられる。神と決闘をするつもりか？どうやら君の決意は固いらしい。フリーナが投降した？そんな、水神が人間との決闘で投降するなんて。なんだかちょっと情けなくない？フリーナ様、どういうことですか？しぃ、いささか誤解があるようだね。両手を上げるサインは必ずしも投降を意味するわけじゃない。どうせまた言い訳じゃないのか。今回僕が手を挙げたのは、決闘などもう必要ない、審判に向き合うと決めたからさ。今までずっと何かを避けてきたことは認めよう。ポア村長の人々を守ってあげられなくて申し訳ない。僕は審判を受けて叱るべきだ。失望したのは君たちだけじゃない、僕も自分自身に失望している。はあ、でも今こそ水神として勇気と決意を見せる時だ。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。僕が必ず君たちを守ってあげるから。さあ、喜び歓声をあげたまえ。この歌劇場で想像もつかない幻想的な展開があるだろう。フォンテーヌの舞台を色濃く彩る心打つ一幕、神フォカロルスへの審判が間もなく幕を開ける。おお、歴史が動く瞬間を見られそうだわ。はあ、またあいつに主導権が戻ったみたいだな。フリーナのやつ、やむを得ず審判を受けさせられるのに。表現はちょっと大げさだったけど、今回のフリーナはきっと本気なんだよな。それで僕の相手は？告発人よ、前に出たまえ。おお、なるほど、いいだろう。君は告発人であり、見届けるものであり、そして僕の運命の相手でもあるということか。審判が始まる前に一つ聞かせてくれ。僕をここに送り込むために君たちは一体どれほどの準備をしたんだい？それはあの日会議をしてから、確かにずっといろんな準備をしてきたな。あ
私たちスピナディロースらの任務が一番簡単で、さほど大した準備もしなかった。先に言わせて。スピナディロースらのナビア。今朝、歌劇場で騒ぎを起こしたのは、ほとんどスピナディロースらのメンバーだったのよ。彼らは変装して、観客として会場に潜り込んだ。そして機を見計らって、あんたを避難するよう民衆を扇動したの。予言の危機を前に、民衆の神への不満はたまりにたまってた。導火線さえあれば、爆発させるには十分だったよ。私たちが知る限り、ああいう状況に直面したあんたは、きっと一人で逃げて、こっそりポア村長に行くはず。だから、そこにも別のものを待機させた。あの時の追っ手も、スピナディロースらのものだったというわけか。あっちにいたスピナディロースらのメンバーたちの目的は、あなたを巨大なマジックボックスに入れること。つまりフォンテーヌ史上最高のマジックショーにお招きすることでした。そう。あれは部屋じゃなくてマジックボックス。このマジックは、僕が初めて歌劇場で披露したあの移動マジックの超エクストリーム版です。マジックボックスの体積はなんと数十倍。移動距離はポア村長からエリニス島にまで伸び、そして移動させるターゲットも、人から神へ。フリーナ様、ありがとう。あなたのご参加がなければ、この不思議なマジックを歴史に残すことはできなかったでしょう。どういたしまして？もちろんこのショーを準備するために、僕たちはお父様の援助を得ました。ハウス・オブ・ハースは多くの人員と財力を費やしたのです。場所を選び、巨大なマジックボックスを作り、トンネルを掘り、水路をつなげ、結構忙しくしてたんですよ。ということは、巨大なマジックボックスの中で感じたあの地震も、実は部屋が地下を移動していたことに起因するものだった、というわけかい？そうだぞ。災害の影響とかじゃなかったんだ。ふん。なら、ヌビレットとクロリンデの任務は説明してもらうまでもない。ヌビレットは観客を集め、舞台を用意し、決闘代理人のクロリンデは決闘の準備をする。舞台に登場した僕を、すぐ拒否権なき審判にかけられるように。そうだろ？はあ。ふむ、その勇気を称えよう、クロリンデ。神との決闘を前に一歩も引かないとは。さすが、僕の自慢の決闘代理人だ。ありがとうございます。そして旅人、君の任務は僕を見つけ、計画に気づかれないようずっと僕に話しかけて気をそらすことだったんだろう。最後に告発人として僕と対峙するまで。え？そうかい。どうやら僕は最後のチャンスを逃してしまったようだね。ああ。まあいい。今更言ってもせんないことだ。拒否権なき審判の幕が上がってしまった以上、場をしらけさせる理由はない。最後までやらない理由もない。原告、ここにこんなものがあります。シャルロットという女性から預かったもので、法廷で原告に渡す許可を得ました。審判を進めるのに役立つとのことです。え？シャルロットがオイラたちに？ってことは、あいつも来てるんだ。あ、シャルロット！どれどれ？これって、この前あいつが書いてくれた独占インタビューの記事じゃないか？こんなに早く仕上がったのか？待てよ。この記事って、オイラたちがフォンテーヌについてからのいろんな出来事をまとめたんだよな。もしかしてシャルロットは、この記事は、今まで見たり聞いたりしてきたこととか、事件とかを手がかりとして法廷に出す、手がかりノートみたいなものだって言いたいんじゃないか？まずは中を確認してみようぜ。自分の思い出を整理するつもりでさ。
君たちは歌劇場で初めて対決に参加して皇帝で水神に勝った。こんなに喜ばしいことはちゃんと記念しなくちゃね。私もずっと追いかけてきた懸案が君たちのおかげで解決するとは思わなかったわ。これも縁ってやつかしら。ヌビレット様のご意見とユシキの結論が食い違ったのは初めてよ。この件については水神でさえわけがわからないみたいね。ファトゥス、彼女は本当に非凡な人物だと思うわ。あの方の判断なら価値があるかもね。メロピデ要塞が危うく破壊されるところだったっていうのに、リアルタイムでその様子を記録できなかったことは、私の記者人生で一番の心残りになるかも。ヌビレット様のお話では、あの時は講師もクジラもまだ原始大会にいたそうよ。ナビア、私は大切な友達を失うところだったのね。今考えただけでも本当にゾッとする。魔女とかそういう存在の言葉ってきっと何かが起きた時に初めてその本当の意味がわかるんでしょうね。双方席に着いたな。それでは審判を始めよう。煩雑な前置きは省くとしよう。ヌビレット、さっさと罪状を羅列するところまで進めてくれ。僕は裁判にかけられる側、つまり今日の主役でもあるというのに、未だにどんな名目で裁かれるのか分かっていないんだ。先に言っておくが、凡人が神のやり方を理解できないのは仕方のないことだ。だがそれは神に罪を言い渡す理由にはならない。そう、今日の議題は神である君が何をしたか何をしなかったかってことじゃない。審判する理由は君が神なんかじゃないから。そうでしょフリーナ。待てよ、今何つった？フリーナ様が神じゃないだって？え？水神の職務怠慢を訴えるわけじゃなかったの？にしても今の告発本気？告発を承認する。フリーナ被告、原告の告発内容を認めるか？フリーナ被告、認めない。もちろん認めないさ。僕、フォカロルス、フリーナ・ドゥ・フォンテーヌは属性の七神聖の一人。あらゆる水、あらゆる土地、あらゆる民と法律の女王、疑いようもない正真正銘の神だ。そうですよね、確かにフリーナ様は変わった性格ですけど、神じゃないだなんていうのはさすがに。疑ったこともなかったわ。ただやるべき仕事をしてないって文句を言いたかっただけなのに。あの人どうしてあんな告発を？この場にいる皆の目に狂いはないみたいだよ。多くの人々は生まれた瞬間から僕が神であることを常識だと思っているようだ。きっと僕の味方をしてくれるだろう。見るといい、ユシキも当たり前のように僕の方へと傾いてくれている。勝算のない勝負に本気で挑むというのかい？今告発を撤回するなら、僕は正義の神の名において約束しよう。君を武国の罪には問わず、今日ここで起きた全ては皆を喜ばせる茶番だったことにするとね。どうだい？私たちが圧倒的に不利な状況から始まっちゃったわけね。フリーナを任すだけじゃなく、フォンテーヌの民衆の常識まで覆さなくちゃいけないなんて。そうか、勧告は余計だったね。ならば今度は僕が質問する番だ。もし僕が神ではなかったら、僕は何者なのだろう。少なくとも500年もの間鎌倉に座っていたこの僕の命を支えてきたものは何だったというんだい？
まずお前は長命種で寿命がもともと長い種だって可能性がある。そうじゃなくたって他にも寿命を伸ばす方法はあるはずだ。ち、一体誰にそんなことを吹き込まれたんだい。召使いか。僕に汚名を着せるためにファトゥスの言葉まで借りたというのかい。呪い。神の気配は呪いに似ていると常々思っていたが、今思い返せば神とは関係のない単なる呪いの気配だったのか。やっぱりヌビレットも気づいてたのか。フリーナ様がただの人間。人と神、確かに見た目だけでは分かりませんからね。そういう可能性もあるでしょう。まだ喜ぶには早いよ。たとえ僕が呪われた身だとしても、だからといって必ずしも人間だということにはならないだろう。それに人と神の最大の差は権能にある。神は人間にはできないことができる。だから神と呼ばれているのさ。このフォンテーヌの地には数百年の間に僕が成し遂げた神の技が数多く存在している。例えば今君たちが目にしているこのユシ最低カーディナルや、皆の日常生活に欠かせない立証混合エネルギーだ。でもタルタリアが理由もなく有罪って判決を出されちゃったことについてはお前だって詳しく理解してないんだろ。本当にユシキの主なんだったら今になってもまともな理由を出せないなんておかしいだろ。そのことについてはすでに明確な答えを出したはずだ。神の決断というのはもともと凡人が理解できるようなものなどではなく、まして説明する必要もない。待ちたまえフリーナ被告、君が置かれているこの状況を今一度理解していただきたい。法廷では審判そのものが全てのものよりも優先されなければならない。神である前に君は本日の被告人なのだ。審判の規則に従い己の把握する情報を正しく述べることができないのであれば、状況は君にとって非常に不利なものとなる可能性が高い。そんな口実を使うなんて。口実などではないフリーナ被告、これはあらゆるものが尊重すべき法廷の規則だ。つまりタルタリアが有罪判決を受けた理由も、さらにユシ最低カーディナルの構造と原理すら実際お前は分かってないってことだな。お前が言ってた神の技だって実は本当の水神が成し遂げたことなんじゃないのか。本当の水神？そんなものいるわけがないだろう。僕は確かに孔子の件の理由を詳しくは把握していない。孔子の有罪判決はユシキが一方的に下したものさ。あれは生み出されて以来ずっと独立して機能し続けてきたんだから。神の造物に欠陥があったからといって神までもまがいものだと言うなんて不合理にも程がある。まだ奇弁を言うのかよ。ユシキはフリーナのものじゃないって証拠をオイラたちが出せないって確信してるみたいだな。神の力だって？観客席に一般民衆がこれほどいる中で神の力なんてものをむやみに使えるわけ？必要ならば私が観客席に結界を張ろう。そこまでする必要が。
僕は、その…水神のくせに、神の力どころか水元素力すら操れないのかよ。立証混合エネルギーだ。そう、立証混合エネルギーのせいだ。神の力は信仰に由来するが、フォンテーヌの民たちの正義に対する信仰は全て僕が立証混合エネルギーに転換しているんだ。皆の暮らしにエネルギーを提供するため、僕は神の力を全て法的したんだ。さあ、僕よりも無視なる神など一体どこにいると言うんだい？それはさすがに強引すぎない？そうだよ。どれほど民思いだとしても力が全部なくなるわけがないだろう。力を全く持たない神なんて果たして本当に神と呼べるのか。フリーナの説明じゃ民衆たちは認めてくれないみたいだぜ。そんな、みんな、そんな疑いの目で僕を見ないでくれ。僕のことが好きだっただろう。僕は変わらずあのフリーナのままだよ。君たちは僕の味方になってくれるはずだよね。僕の味方に。この告発が本当だとしたら確かに重大な事件だ。私たちだけじゃないよ。私の親や死んだおじいちゃん、それよりもっともっと昔の人たちまでが全員フリーナ様に騙されてきたってことでしょ。やめてくれ、もううんざりだ。ならば言ってみるがいい。僕が神でないとすれば、本物の水神はどこにいる？本物の水神が存在する証拠もなく、僕以外に水神だと名乗り出る者もいない以上、僕じゃなければ誰が水神だと言うんだい？こんな理屈があるなんて。どう反論すればいいんだ。フリーナのやつ本当に諦めが悪いな。この手がかりは有力な証拠にはならなさそうだ。フォンテーヌ人は原始大海の水に溶けちゃうっていうのはもうみんなの常識だよな。あくまで自分は人じゃなくて神だって言い張るんなら、少なくともあんたがフォンテーヌ人じゃないって証明できる方法が一つあるよ。以降法廷での発言は申請をしてからにしたまえ。たとえ旅人の相棒でも臨時代理人としての資格が不可欠だ。悪いね審判官様。あんたの規則を破るのもこれで最後だって約束するからさ。実はボア村長から海水を少し持ってきたんだ。ボア村長で起きたあの災害のことはみんなも知ってると思う。たくさんの人がこの海水に溶けていってしまった。私の一番の親友たちもね。さてフリーナ様、ボア村長のこの海水に触れる勇気はあるかしら。理屈から言えば神であるあんたはこんな海水に触れたところで何の影響も受けないはず。それどころか身分を証明できる何よりの証拠を手に入れられるってわけ。逆に試す勇気もないならあんたの嘘は破綻するでしょ。ただ一つだけ忠告するよ。これ以上人が海水に溶けるのなんかもう誰も見たくない。だから無謀な動きだけはやめなさい。自分の罪を認めた方がずっと楽だと思うよ。スピナディロースラのナビア。スピナディロースラはボア村長をずっと管理してきたんだから、
彼女なら確かにその資格はあるかも。もしもフリーナ様が人間ならフォンテーヌ人の可能性が極めて高い。このまま罪を認めるのか。フリーナ被告、これはあくまで原告側の一方的な主張であり、通常の審判におけるプロセスには含まれない。断る権利は君にある。審判官様がそうおっしゃったところで、この実験を断れば自分は神じゃないって認めたも同然だろう。海水をじっと見つめるばかりで一言も発せられないとは、本当に怖がっていらっしゃるのだろうな。ならばやはりこの方は。どういうこと？フリーナってもしかして本当にこんな展開になるなんて想像してなかった。この思考の危険性を踏まえれば、フリーナ被告、従う必要など。うわぁ、ちょっと、僕は大丈夫だ。ほら見てくれ、僕の手は無事だ。僕は溶けなかったぞ。これで信じてもらえただろう。僕は正真正銘神なんだ。海水に溶ける普通の人間なんかじゃない。本当だ。シグウィン殿は、至急シグウィン殿を呼んでくれ。シグウィン、ほら緊張しないで、すぐ終わるから。どれどれ、見せてちょうだいね。うん、もう大丈夫だよ。シグウィン殿、検査結果を聞かせてもらおう。ご覧の通り、フリーナさんの皮膚の状態と息切れの症状から判断すると、彼女は原始大海の水による影響を受けてると思うのよ。同濃度の大海の水に接触した普通の人間と一緒くらいね。感謝するシグウィン殿。さて、フリーナ被告も元の位置に戻ってくれたまえ。どういうことだ、今なんて言った？僕は大海の水に溶けなかったぞ。これでも証明にならないと。最初は確かにボア村長近くの海水をそのまま使おうとした。なぜならあんたはきっと今までのように逃げる選択をするってみんな予測してたからね。でもみんなで話し合った結果、やっぱり低濃度の人間を直接溶かすことはできない水に置き換えることにしたの。だって万が一予想外の状況があったらって考えたら、人が大海の水に溶ける光景なんてもう誰も見たくないもの。だから低濃度の海水を使って看護師長にも検査してもらえるようにしたんだな。その方向で決めておいてくれてよかったぜ。じゃないとフリーナのやつ今頃きっと。そんな、まさか。聞いて、ねえ聞いてよ、これ以上そんな冷たい目で僕を見ないで。今のはなしだ。神であれば原始大海の水の影響を受けないなんて君たちにだって証明できないことだろ。それにだ、もし僕が本当にただの人間だとしたら、あの海水に手を差し込む勇気なんかあるわけないじゃないか。僕の話を聞いてくれ、頼むから聞いてくれよ。僕は本当に神なんだ。
これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。神じゃないだって。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。有罪だ。では、諭旨裁定カーディナルに最終判決を下してもらう。諭旨裁定カーディナルの審判結果によると判決は、どうしたんだ。判決は、いや、諭旨による判決も同じく有罪だ。だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水刃、有罪、死刑。死刑だって。死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。この判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろうか。そうだぞ。連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーナ殿が水刃ではないことを証明することだった。諭旨はあえて水刃という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。そのごめん邪魔して悪いけど、審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。任務を見事クリアしたみたいだね。うん、お父様の任務は最優先事項だから。これって予言の石板か。まさかこれが失われた一つ目の予言の石板なのか。召使いが裏でフレミネに石板を探させてたんだな。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。危険な水域を避けるのにもだいぶ時間がかかって。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判はもう終わっちゃったの？じゃあ僕は遅かったってこと？いけない、お父様を失望させちゃう。ご苦労だったフレミネ殿。石板を見せてもらえるかな。うん。旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。一緒に確認してみてくれ。
ん？これって何が書かれてるんだ？なるほど。これで私も水神の罪について把握できたと思う。フォンテーヌの失われた歴史に関わってくることだ。あれ？水神の罪って民衆を騙して、いや違う、それはフリーナの罪だもんな。あいつが水神じゃないってことはすでにオイラたちが証明したし、つまりお前の言う水神ってまさかフォンテーヌの本当の水神のことか？実際この4つの石板に書かれている内容は、君たちがフォンテーヌに来てから経験したことと多かれ少なかれ関係があるはずだ。今の君にどこまで理解できるかはわからないが。そうだな。他の石板には何が書いてあったんだっけ？オイラも一緒に思い出すぜ。お前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って純粋精霊を人に変えてる場面っぽいな。つまりフォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか？びっくりだよな。もしかしてその力って逆方向にも働いたりするのかな。二つ目の石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、それでも結局天空の島は彼らに罰を下したみたいだな。これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。ってことは原罪とさっき言ってた水神の罪って同じものなのかな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んで、その周りをたくさんの人たちが囲んでるな。海に沈むって言えば、オイラたちは目の前で人が海に沈むのを見たんだよな。四つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してる。あの予言だな。人々が海に溶け、水神がカムクラで泣いてるとかって予言だ。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はオイラたちも半信半疑だったけど、あの一件以来、それが現実になるのは時間の問題だろうなって気づいたんだ。連続少女失踪事件の真相から、フォンテーヌ人は原始大海の水に溶けることが分かった。でも、一つ目の石板に描かれた絵を見る限り、その昔、水神の神の力によって、純粋精霊は人間となった。フォンテーヌ人が溶ける理由はそれなのかも。やっぱりもう少し考えよう。目の前の出来事は今までの歴史上でも起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた水神の本当の罪、そして石板の絵にある天空の島が
水神とフォンテーヌ人に下した原罪。海に落ちるなんて簡単な話じゃない。ナビアが海に落ちた後、意識の中では審判が行われてた。石板の絵では海の中にいる水神を人々が囲ってた。それも似たような出来事を象徴してるってこと？石板に書かれた予言はとっくに巷に広まってるけど、当初は信じる人も少なかった。メロピデ要塞の大海が噴出したことと、フォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実、予言が実現する可能性はかなり高まってきてる。もしあの時すぐに対処してなかったらどうなってたか想像もつかない。人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、大海の流れによって集まって純粋精霊に戻る。法廷では水神に死刑の判決が下されて、みんな驚いたよな。やっぱり水神の罪はフォンテーヌの原罪なのか。ナビアのやつは遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。ナビアは意識の中の法廷でポワソン町の人たちに囲まれて、あそこに引き止めるための裁判にかけられちゃってたんだよな。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい証拠だった。やっぱりきっと近いうちに現実になっちゃうんだろうな。予言の石板に書かれてることは最近起きた一連のことでもう証明されちゃってるぞ。いろいろ結びつけて推理したらいろんな真相がわかるかもな。なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういう風に解釈するんだな。もしそれが正しいなら、オイラたちはとんでもない結論を出してしまいそうだぜ。言ってみるといい。お兄ちゃん、あっちはなんだかとんでもない話になってるみたい。僕たちが本当の人間じゃない。全てのフォンテーヌ人はかつての水神が純粋精霊を元に作ったものなんだ。その証拠にフォンテーヌ人だけが原始大海に溶けちゃうだろう。それに失踪した少女たちも純粋精霊の姿になってた。そうだ、それにナビアも言ってたぜ。溶けちゃいそうな時に夢、つまりあいつの意識の中で行われてた審判ではみんなが純粋精霊になってたって。ああ、そうだな。一つ目の石板の延長線ってことから考えると、きっとまさに勝手に人間を作ったってことが天空の島の怒りに触れたんだ。ってことは有識の水神に対する有罪判決も水神がフォンテーヌ人を創造した罪を指してるのかもな。水神の本当の罪は私たちを作ったこと。そして本日の歌劇場ではフォンテーヌ人が水神を審判しようとしている。歴史こそ最もドラマチックなものなのかもしれないな。
が海に落ちた時の状況と結構似てるしな。多分だけど4つ目の石板にある予言が起こった後に水神も海に沈んでいったって様子を書いてるんじゃないか。人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神庫で涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。おや、ちゃんと暗記できてるよな。なかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報からそれほどまでの推測を立てられるとは実に見事だ。しかしこれらの石板には肉眼で見える情報以外にもとあるエネルギーによって刻まれている隠し情報がある。遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の石板が欠けていたせいで完全な情報を解読することはできなかった。全ての石板が揃った今、もう一度読み取ってみることとしよう。うまくいけば直に真相は明らかになるだろう。どうだった？この真相はフォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。フォンテーヌ人の起源と水神の罪について、君の推理は全く正しい。全てはフォンテーヌのかつての水神が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、属性の七七星としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み、疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。無論水神の人を創造するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも、私も、私たちは全員純粋精霊からできた人間ってこと？情報量が多すぎる。審判官様の話は一旦忘れよう。そういうことなら水神に死刑判決が下されちゃいかんだろう。あの方は俺たちの創造主なんだぞ。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的すぎる話だよな。でもいろんな疑問に対する答えも出たな。三つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからだ。肝心なのは石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり純粋精霊ではないというところだ。人々は溶解していない。つまり絵にある水は原始大海の水ではない。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナビア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナビア殿は人々に囲まれ、とある審判にかけられていた。つまり三つ目の石板に書かれていたものは、人々が法廷で水神の罪を審判する場面だ。そう、まさに今この瞬間に起きていることだな。あんたたちの言いたいことは分かった。
予言通りのことが起きるのを避けるためにこの審判を計画したはずなのに、私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて自らそれを実現しようとしてるってことね。どうしよう。予言は必ず現実となる。これが運命から逃げられない感覚か。そういうことなら四つ目の石板にあることももうすぐ実現しちゃうんじゃないのか。旅人、君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。四つ目の石板に関して君はメロピデ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。だが私はあの噴出は証明などではなくほんの兆しに過ぎないと考えている。災いを導く本当の根源を君はもう目にしたことがあるはずだ。今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。夢であり、また現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。